ら？どこかしら、ここ。私、さっきまで、そうだ、ユニは？ネプテューヌたちもいない。待っていたぞ。誰？ブレイブザハード！生きていたの？地獄から蘇った。どうしてもお前に会いたくてな。ユニじゃなくて、私に用事ってこと？何かしら。女神ノワール。あえてこう呼ばせてもらう。お姉さん！お姉さん？お姉さん、妹さんを僕にください！ちょっと待ってよ！そりゃ、そういうのはお互いの気持ちじゃなくて、本気で？本気です。妹さんは絶対に幸せにします。お姉さんの老後も面倒を見ます。あなたなんかに面倒を見てもらいたくないわよ。お姉さんがうなずいてくれるまで僕はここを離れません。さあ、さあ！そんな顔近づけないで。いやー、もうわけわかんない。夢？よかった。夢で、本当によかった。おや？ここは、おかしいな。さっきまで、教会で執務をこなしていたはずだけど。貴様が、ラステーションの教祖だ。誰かいるのかい？君は、確か。マジックの四天王の人、ブレイブ・ザ・ハート。貴様に折り入って話があってきた。ユニの話が正しければ、君は改心したんだったかな。ご証言なら耳を貸さなくもないけど。実は、貴様の国の女神候補生、嫁にもらいたい。何？ユニ？いかにも。耳を疑いたくなる案件だけど、検討してみる価値はあるかな。ありがたい。まずは、そうだね、多額の支度金を用意してもらわなくてはね。え？支度金？女神、つまりこの国で最も高貴な身分の娘をもらおうというが、それ相応の金額が必要なのは当然だろ。そういうものなのか。次に、改心したといってもマジェコンヌに所属していたものというのはいかにも聞こえが悪い。少しでも風評が良くなるように、世間の注目が集まるところで社会奉仕活動をしてもらいたいね。最低でも5年。5年？長いな。それから、君の立場だけど、当然婿養子ということになる。女神を嫁に出すわけにはいかないからね。それと、財産の共有や相続は一切認められない。彼女の財産は国の財産でもあるしね。別に金目当てではない。一切ダメなのか。結婚後はラステーションのために働いてもらうことになるだろうけど、身内扱いだから給料は出ない。通常の業務とは別に、食いぶちなんかは自分で稼いでくるように。それはさすがに過酷なのではないか。君は随分体力がありそうだね。君たちの悪行のおかげで復興作業はいくらでもあるし。よし、結婚した暁には特別に災害復興大臣兼肉体労働大臣兼危険爆発物処理大臣に任命しよう。部下はいないけど、君の一人部署としてどうとでもなるだろう。待て、名前からして嫌な予感しかしないぞ。女神を嫁にもらうのがこんなに大変だとは。一時撤退する。ああ、待ちたまえ。
まだ具体的な仕事の説明が残って。なんだ、夢か。少々残念だな。あれはあれで利用しがいがありそうだったのに。しかし、ユミ、君は男運がないね。はあ？何よいきなり。失礼ね。いや何、こっちの話だよ。